雷のネストの説明は以上なんですけども、ですから、この課題から取り組むという人は、以上のようなプロセスで何かを作るということで十分課題の提出になります。ただ一体どういう目的で何をネストしたかというところが、評価の基準になると思います。で、第一課題で、スクリプトを勉強した人たちはもしかするとそのうちの何名かはですね、やはりそのネスト自体も自分で構築してしまおうというような欲求があると思うんですけども、一つ目の例は、三次元局面に対して、ネストをして仕掛けていくというもので。スクリプトを実行するとですね、その3次元局面を聞いてくるので3次元局面をセレクトすると、そうすると、ネストしたいオブジェクトの大きさを聞いてくるわけですね。で、まあ、例えば300mm×600mm とかのパネルで厚みが、30mm とか、であとはどのぐらいの揺らぎが必要で、オブジェクトとオブジェクトの間隔をどうするかという、まさに皆さんが第一課題で取り組んだような、パラメータが存在しています。で、実行すると、こんなふうに、3次元局面上に、自動的に、そのオブジェクトを、乗っけるというような、スクリプトですね。これは知ってる人もいるかもしれないですけど、実際のホールの壁面を、このスクリプトで、生成している。